ジュリー・ティッペッツはイングランドの歌手にして女優である。結婚前はジュリード・ドリス・コールとして活動していた。ジュリード・ドリス・コールはボブ・ディランとリック・ダンコによる日の車とドノバンによるシーズン・オブ・ザ・ウィッチの1960年代バージョンの歌唱で知られており、どちらもブライアン・オーガーザ・トリニティでのカバー曲であった。トリニティと共に彼女は1969年のテレビ特番。 33、レボリューションズ・パー・モン系で大きく取り上げられ、ミッキー・ドレンツとソウルスタイルで、アイ・アイム、エイ・ビリーバーを歌った。彼女とオーバーはかつて、ロング・ジョン・ボルドリーや、ロッド・スチュワートと一緒に、スティーム・パケットで活動していた。日の車は、1968年6月に、イギリスで5位、カナダで13位になり、その8月に、米国では、ビルボードの、 バブリングアンダーホット100シングルスで106位となった。ディストーションを伴うタイトルのイメージ、グループの衣装やパフォーマンスといったものによって、このバージョンはブリティッシュロックミュージックのサイケデリック時代を代表するような作品となった。ドリスコールは1990年代初頭にエイドリアン・エドモンドソンと BBC のコメディ番組のテーマとして同曲を 再びレコーディングした。1970年代以来、ドリスコールは実験的なボーカル音楽に集中してきた。彼女はジャズミュージシャンのキースティ・ペットと結婚し、彼とコラボレーションするようになり、現在では夫の性のオリジナルのスペリングを採用して、ジュリー・ティッペッツという名前を使用している。彼女はキースティ・ペットのビッグバンドであるセンティピードに参加し、 1974年にロバート・ワイアットのドゥルーリー・レイン劇場コンサートで歌った。1975年にソロアルバムサンセット・グローをリリースし、カーラ・ブレイのアルバムトロピック・アペタイトのリード・ボーカリストを務め、ジョン・ウルフ・ブレナンのヘックステットにも参加した。1970年代後半に彼女は自分のバンドでツアーを行い、マギー・ニコルズ・フィルミントン、 ブライアン・イーリーと一緒にボーカル・カルテットの声の一人として、レコーディング及び演奏を行った。1980年代初頭、ジュリー・ティッペッツは、ポップ・ジャズ・バンドのワーキング・ウィークの初期シングルの、ストーム・オブ・ライトで、ゲスト・ボーカリストを務め、幅広い聴衆から注目を集めた。2009年から2015年の間に、彼女は、マーティン・アーチャーと4枚のアルバムを録音した。 パール本レコード、ティッペッツは、ブリザード・オン・マウス・マウンテンと呼ばれる本を書いている。ありがとうございます。